還暦を迎えるという。あ、そうなんだ。負けの結構なのかな、やばーっとその一つのタイミング本来的にはね、第二章はそうなんですよ。ありがとうございます、本当に。だからどうなるのかというのをね、見ていきたいと思いますね。小川さん、昨日は党役員会でこんなことを言っていました。日本を取り戻す戦いの第二章に向けて人心を一新したい。人心を一新ということはメンバーがかなり入れ替わるのかと思いますが、高橋さんによりますと留任が濃厚なのは今のところ4人ということですね。その方がこちらです。失礼しました、はい。麻生財務大臣、そして岸田外務大臣、そして菅官房長官、甘利経済再生担当大臣というこの4人は留任